にちは、いつも YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。今日はこちらご紹介したいと思います。横浜の、北条さんがお作りになっているなんとノンアルコールのジンです。こちらを使いましてノンアルコールジントニック作ってみたいと思います。一度お店に伺った時に作っていただいたのですが、その時の参考にしながらやってみたいと思います。とこのようなワイングラスでお作りになってました。氷を入れましたら、こちらのノンアルコールジン。好みで、45ミリ。こちらにトニックウォーターを注ぎます。確か、北条さんは確かフィーバーツリーをお使いになっていたと思います。テンダリーではシュエップスでお作りします。軽くステアしていただきます。こちらに、お好みですが、いろいろなハーブをご用意してみました。例えば、香りが強いです。ローズマリー。または、レモングラス。また、このような、こちら、レモンバームです。そして、彩りに、食用花。今日は、バラと、パンジー、はい、ちょっと今日はモリモリになってますが、お好みでいろいろ飾ってみてください。ノンアルコールジントニック完成です。